くるぶし、こんにゃくでしてみましたけども、いける。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん、見てる？くるぶしです。ちょもらです。イエーイ、腹ペコ、イエーイ。はい、始まりました。オッケー。アレンジ加えてきたね。いや、もうこうなってくるとどんどん収集がつかなくなってますからね。早めにやめとかんとあげるから。でさ、うん、食欲なくないですか？そうやな、やっぱ夏はさ、もうどうしても食欲がなくなっちゃうからね。俺もう全然さ、もうそうめんとかしかやっぱ食えなくて今。あ、そう。じゃあそんなくるちゃんのためにチョモの夏を吹き飛ばせ、ヘルシーお料理を振る舞っちゃおうかな。マジで？ちょっと俺の拙い手料理で申し訳ないけども、感謝の意を込めてですね、チョモラちゃん手料理振る舞おうかなと思います。嬉しい。ということでですね、夏料理いきたいと思います。よいしょということですね、今日は真夏の暑さをぶっ飛ばせ、くるちゃんにチョモの簡単料理を振る舞っちゃうぞのコーナーでございます。さあ、そんな感じですね。今日はなんとこんにゃくのステーキを、こんにゃくのステーキを、こんにゃくの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 作りたいと思います。イエーイ。さあ、おろしたてのこんにゃくですね。こんにゃくってさ、うん、なんかこんな切れ目入ってたっけ？こんな感じ売ってる？いや、あ、多分それさ、あの、うん、おでんとか出汁が染みやすいようにとかじゃない？あ、なるほどね。そうかそうか、うん、まあ今親切な時代やから。あ、そういうことな、うんうん、じゃあまあちょっと食べやすい形に切って焼いていこうと思います。ステーキはなんと絶好調に入ってるのが卵のステーキしな、何かやっとくサイズないかな。すごいな、切ったらこんな感じになっちゃうもんね。なんやろこれ。いつの形の、あれ、なんか、次は、穴に、穴に、なってますね。なんでやろ。もうさ、ここだけね、なんか裂けてますけど。あれれれれれれれ。いや、いや、くせえな、こんにゃくって。こんにゃくって、なんでこんな臭いんでしょうね。チューブのバターはー。俺もそれ使ってるわー。イエーイ。男の料理なんでね。急がねば。生醤油ですね。イエーイ。あー、いいっすね、匂いが。こんなもんかしら。いいんじゃないですか。それではくるちゃんにチョモララテのこんにゃくステーキ実食していただこうと思います。盛り付けちゃうから、ちょっと待っててねー。はーい、オッケー。さあ、完成いたしました。めちゃくちゃうまそう。思ったよりいい感じにできたよ。あの、この方ね、盛りがすごいうまい。見せましょうか。じゃあチョモちゃん特製のこんにゃくステーキでーす。わーい。また醤油みたいな。匂いもすごいいいし、焼き加減も最高。ちょっとじゃあいただきましょうよ。食べてこ食べてこ。あ、穴開いてへんやつやね、それね。なんで？本当なんで？すごい。これ端っこの裂けてる部分やね。なんで裂けてんのな、これってな。あ、サビサ食ったけど、うまいね。もうひょっと醤油強くしてもよかったんかな。いや、でもいいよ。うまい。これ元気出るわ。でも夏のヘルシーメニューね。うん、うまっ。なかなかこのチョモちゃんの手料理食える人ってなかなか限られてるんじゃない。うまっ。
おいしいな。おいしい、うん、なんか、うん、こんにゃく本来の味って感じで、うん、なんか生きてるね。うん、これいけるわ。今まであんまさ、うん、こんにゃくに注目したことなかったけど、夏いけるよこれ。これ乗り越えるね。うん、しかもヘルシーでしょ、うん、気配ってた。